全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回は何か面白い伝説ポケモンがいないかなと調べていた時に、あまりにも弱くて涙したポケモンソルガレオを使ってランクバトルやっていこうというふうに思うぞ。ソルガレオくんね、ちょっとやばいんじゃよ。そのやばい理由も含めつつ、どんな感じで使っていくかね、説明していこうというふうに思うぞ。テラスタイプが炎で、持ち物が弱点保険じゃ。弱点を突かれた時、攻撃と特攻がそれぞれぐーんと上がるということでね、非常に強い、カウンター性の高い、持ち物となっておるんじゃな。で、努力値が雑に AS ぶっぱとさせていただきます。で、特性がメタルプロテクト。相手の技や特性で能力を下げられないと。さらに型破りも効かないっていうね、そういう感じになっております。なんで、相手の威嚇であったりとか、あとじゃれつくであったりとか、そういうので A を下げられないし、B 下げる技とかね、D 下げる技とか、そういうの食らっても、まあ、実質下がらないということでね。まあ特性に関しては、まあそこそこいいんじゃないって思ったんじゃが、問題は技構成じゃ。メテオドライブ、フレアドライブ、コスモパワー、朝の日差しとなっておるぞ。このポケモンね、 A を自発的に上げられない気がする。なんか見てたんだよ、覚える技を。リュウマイ覚えないんだよな、こいつな、多分。リュウマイ覚えないんですよ。なんで、しょうがなくね、コスモパワーを採用して、自分の防御と特防をめちゃくちゃ上げながら、朝の日差しでね、回復をしつつ、弱点保険の発動で A を2段階上げて、メテオドライブ、フレアドライブで殴っていくっていう感じにしました。いや、ここがね、ちょっと弱いところかなと思っていて、なんか竜舞とか最悪剣舞とか覚えてくれるんじゃったら、その威嚇で A が下げられない特性とすごく相性がいいんじゃないかと思ったんじゃが、なんか6なの覚えねえわ。そりゃあ日食ネクロズマに使用率ばっこりいかれますわ。でもコスモパワーで防御と特防を上げまくって、相手がね、もう痺れを切らして弱点で殴った瞬間に A が2段階上昇されるんで、そしたらもう完璧なる超アタッカー型要塞ポケモンになることができるので、まあメテオドライブでね、相手の天然とかを無視してぶん殴っていけるし、ね、フレアドライブはもう火力やばいから、それに炎を照らしたりと相まって大ダメージを与えることができると。ね、逆に言うと弱点保険が発動できないと、本当に素の火力で殴っていくしかなくなるんで、どうなのかな？それ無限大なの方が強くない？だったら最初から日食ネクロズマ使えばよくない？っていう声が聞こえてきそうな気もするんじゃが、ソルガレオさんかわいそうじゃないですか。だから使っていくんじゃな。それでは早速ランクバトルやっていく。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がルギア、ガラルファイア、キラフロル、ラティオス、オーロンゲ、そしてラストがウーラオスということで、よろしくお願い申し上げるんじゃが、早速積み構築と当たっちまったね。困ったねって感じなんじゃが、とりあえず足で繰り出していって、裏オーロンゲでラストはソルガレオかな。さあ、お相手先発キラフロルを繰り出してくれ。わしは足でぬくん投げていき、初手出し負けと言わざるを得ないんだけど、歌方のアリアをバチコリとぶち込んで、毒ビシに関しては、まあ、ぶっちゃけそこまで気にする必要はないかなと思っている。歌方のファリアをぶち込んでいく。さあ、ガチコリと削り込んでいき、ソルガレオは毒ビシ効かないから、まあ、そこまで怖くなくて、ここはアクアジェットでぶっ飛ばしてけ。オッケー、もう毒ビシなんて任せてやりゃいいのよ、こんなのね。好きなだけ任せてあげなさいという話じゃ。で、こっからオーロンゲを繰り出してきて、で、オーロンゲ多分壁張りでしょ。トリマムーンフォースで、光の壁張ってくる。特殊に強くなったムーンフォース打ち込んで、ガチコリと削り込んでいってあげる。アシレーヌが優秀すぎる。
アシレーヌが優秀すぎる件について、さあガチコリと削り込んでいき、さあルギアを繰り出してくる。色違いルギアね。これどうするといいんだろう。アンコール打ち込んで、オッケーオッケー、アンコール打ち込んで、で相手は瞑想しか打てなくなって、こっからオーロンゲに引っ込んで挑発打って、で挑発打つと相手は悪あがきしかできなくなるから毒入っちゃうけどね、毒入っちゃうけど瞑想を積み込んできて、でここ挑発でいいかな。うん、挑発打って、挑発乗ってしまう、相手は瞑想が出せなくなるから、でもアンコールで縛ってんすよ。アンコールで縛ってっから相手はここ悪あがきするんですけど、わしも光の壁張って出すことのできる技がないので悪あがきをして自傷ダメージを受けていく。でここでアンコールが開いて解けるから多分殴ってくると思うんで、捨てゼリフ打って、攻撃と特攻を下げ散らかして、アシレーヌどうしよっかな。まあここアシレーヌ出す意味ってあんまないのか。あと時間かけてソルガレオでなんか積んであげたらなんとかなりそうだから、大地の力ってことは弱点保険が発動するということじゃな。素晴らしい。で弱保が発動した上でわしは淡々とね壁を利用して積みまくるわ。ああ、挑発の効果が解けるんですけど、コスモパワーをバチコリ積んでいく。うん、なんか知らんけどうまく回ってるわ。さあコスモパワーガンゴリ積んでいき、いやここ殴ったら勝ちだったんじゃね。殴ったら勝ちだった説あるな。殴るか、殴った方が得あるよな。これ相手の光の壁がなくなる。いやでも相手リフレクターがまだあるから、でわしが光の壁がまだあるんで、ここはとりあえず一旦朝の日差しで HP 回復して、で相手のマルチスケールは貫通できるわけだから HP がいっぱいあっても問題なくてっていう感じでいいんじゃない。これ勝ったんじゃねえかな多分。なんかうまく回ったな。アシレーヌがすごい刺さってうまく着地できたから、あとはメテオドライブで、ま、ばっこりばっこり削ってあげてって感じでいいんじゃなかろうか。ソルガレオのメテオドライブ、弱点保険で A が2段階上がってるから結構いいダメージ入ってくれると思う。あ、強い。あ、急所でこれ大地の力耐えます。 OK、 じゃあ次の技でわしの勝ちかな。なんか思ったより刺さったな。え、絶対このソルガレオ弱いって思ったんだけど、なんか思ったより刺さった。ああ、アシレーヌとオロンゲ頑張ってくれたな。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がミライドン、オーロンゲ、ランドロス、ミミッキュ、ドーブル、そしてラストがメツァモンということで、よろしくお願い申し上げるんですが、いや正直言った話、これアシレーヌ出したいけど、オーロンゲも出したいんじゃよな。うん、ドーブルが厄介すぎるからオーロンゲも出したい。かといってランドロス出さないとミライドンで積む可能性が高い。先発アシレーヌから行きて、いやロンゲー、ガンテツ、ソルガレオじゃな。これで行きます。お願いします。さあお相手先発ドーブルを繰り出してくる。わしはオーロンゲをぶん投げていき、なんかわしの構築オーロンゲがめっちゃ入ってて申し訳ない気持ちになるわ。はい、挑発と、これで余計なことさせません。ネバネバネットが出せないね。村っけ型
素早さがぐーんと上がり攻撃が下がっていく。あ、まあ光の壁とリフレクター張ってっていう動きでいいか。ほっすりだるほっすりだる。素早さがぐーんと上がって防御が下がっていく。ここで相手挑発切れっから、まあ挑発打てることに越したことはないんだな。とりあえずリフレクター、ここは痺れて動けなくてもまあ最悪いいわ。次挑発動けてほしいね、できればね。特攻がぐーんと上がって特防が下がっていく。ここ挑発で、さあ挑発に乗ってしまう。ネバネバネットが出せないね。攻撃がぐーんと上がって素早さが下がった。相手防御下がってるから今のうちにランドロスで詰めていきたい。行けランドロス。さあ威嚇で A を下げていき、ほっすりはダメダメね。で村っけで、うわここで防御ぐーんと上がるのだるいな。でも1段階上昇でしょ。まあ自信打とっか。じゃあ相手の方が足速いならばよーし。ここで挑発の効果が解けちゃうんすよね。特攻がぐーんと上がって防御が下がっていく。まあここ自信連打でいいかな。さすがにここバトンできないだろう。まだそこまでドーブル強くなってないと思うからがむしゃらだよな。オッケーオッケーオッケー。100歩譲ってよし、100歩譲ってよしです。でランドロス雑切りしていいかな。これだったらオーロンゲー、なるほど。でこっちはネバネバネットも巻かれていないのでロンゲ引きかな。ロンゲ引きします。行けオーロンゲー。不意打ちをしっかりとなかったことにしていき、リフレクター張ります。これで相手ソウルクラッシュぐらいだろう打てるの。あ、じゃれつくを持っているめちゃアタッカー型ってこと。まあここ光の壁まで張りたいですね。じゃれつく、オッケーオッケー。でここまで来たらまあランドロスは最後、スカーフを生かした立ち回りっていう部分ができるんで、ここソルガレオに引きます。電磁波持ってると嫌だけどな、こいつが。このオーロンゲが電磁波を持ってるとすごい嫌じゃが、とりあえず一旦コスモパワー積むわ。イバリング、イバリングだるいな。攻撃がグーンと上がった。ピヨピヨピヨリンしていく。イバル持ってんのおもろいね。あーなるほど、おもろい。モノマネハーブ型、ここ確かに積めないときついな。積んでくれ頼む。はい、コスモパワー積んでいく。防御が上がって特防が上がっていくんじゃな。なんでこんな威張る。ああ、もう自傷狙いなんだ。自傷狙いに全てをかけてんだこいつ。なるほど。じゃあここいらでメテオドライブ一発打っとくか。これ最後メタモン出てくる可能性あるな。頼む、うまく決まってくれ。あ、自称。まあ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 、まあ、こんなもんだからよし。メテオドライブ連打で。相手それミスったんじゃね、ワンチャン。殴ってくれたらオッケーだよ。ソルガレオ頼む、殴ってくれ。ナイス、メテオドライブがぶち込まれていく。まあおもろいけどな、モノマネハーブはな。モノマネハーブおもろいけど、っていうかなんかわし積み技がさコスモパワーしかねえのに相手が勝手に攻撃上げてくれた件について。あ、メタモンね、はいはいはい。でメタモンがわしのな、能力をコピーしてくると、今何段階上がってんの。4段階上昇ね。でリフレクターが8分の1ね。じゃあここは炎テラスタル切ってコスモパワー打つわ。で炎テラスタル切ると相手の技全部半減なんで、おもろ。威張る積みまくって強引にメタモン。いやおもろいけどどうなんじゃろうな。戦術としてはめっちゃ面白いギミックだけど、こっちもコスモパワー積みまくっていこう。相手もコスモパワーを積んでくる。いや炎を照らしたらある分わしの方が有利だと思うけどな。
混乱が解けてゆく。はい、コスモパワーと。だってあともうのんびり戦ってればいいんだもん、これ。だからもうほとんど TOD 狙いだよ、これ。で、コスモパワー連打で。相手も諦めるしかないんじゃない？倒す術ないでしょ、これ。相手もテラスタルを切ってくる。鋼テラスタル鋼テラスタル鋼テラスタルで強引にメテオドライブぶち込んでくるってこと？いや、A 上がってるとはいえな。わし B も上げてるからな。今一つだし。え、じゃあわしも地震急所でしょ、これ。わしも地震急所でいいよね。だって相手急所当てたんでしょ。だったらわしも地震急所でワンパンでいいよな。くたばれー、おもんなー。なんで相手が墓穴を掘った状況でさ、こっちが含有利なのにさ、相手運ゲーで勝ってんで、ふざけんなよ。おもんねえんだこのゲームは。お前自分で墓穴掘ったじゃねえかよ。自分のケツは自分で拭けよ。マッチングいたしました。相手がミライドン、アシレーヌ、パオジアン、ソーブレイズ、ドオー、そしてラストがイーユイということで、よろしくお願い申し上げるんじゃが、まあオーロンゲから行くのが丸いよな。ぶっちゃけぶっちゃけロンゲから行くのが丸いが、アシレーヌがいるとだるい。先発な。うん、まあわしもアシレーヌから行くか。アシレーヌ雑に扱ってロンゲーでラストソルガレオ、これで行きます。お願いします。さあ、お相手先発アシレーヌを繰り出してくる。わしもアシレーヌを繰り出していく。アシレーヌ同士の対面じゃ。最速かな相手。ムーボスとりあえず打って、相手の C 下げられたら、うわ直帰だなこれ。多分これ直帰っすね、この硬さ。アンコール打っちゃいましょうか、じゃあ。多分直帰なんで。さあ、ここ引っ込めてくるか。まあ、アシレーヌ雑切りして、ソルガレオで展開できたら勝ちっていう状況一番美味しいけどな。アシレーヌ雑。アシレーヌ引っ込めてくるね。ミライドン繰り出しちゃうの？それはダメダメダメよ。ハドロンエンジン発動で、アシレーヌにアンコール打たれないってのが分かった時点で、まあ全然オッケーね。あー、めっちゃ削るめっちゃ削って、ここアクアジェットで切りでいいです。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。ボルトチェンジング、オッケーオッケー。え、じゃあもうかなりこっち整ったと言っても過言ではないぞ。ぶっちゃけ整いました。さあ、アシレーヌを繰り出してくる。で、アシレーヌ相手に壁張って、え、まず光の壁。多分直帰だな。だから耐える、リフレクター張る、ムーンフォース連打、オッケー。で、捨てゼリフ打ち込んで、クイタン持ってる可能性あんのかな。ここ全然やられてもよかったけどな。ぶっちゃけやられてもよかった。あ、ムーンフォースなんだ。オッケーオッケー。じゃあ足元の電気が消え去っていくんで、ここはしっかりとコスモパワーを押させていただく。ソルガレオのコスモパワーじゃ。歌方のファリア、はい、全然効かないよ。なんかした？じゃあコスモパワー連打しちゃおうっとさあ、アシレーヌを引っ込めてミライドン繰り出してくる。まあミライドンがね、どんなにすごい火力で殴ろうとも、もうソルガレオさん止まんねえからよ。壁もあるし、こっちはね、コスモパワーで防御と特防が2段階上がっとるんじゃ。じゃあここはミライドンさん殴って倒しちゃいます。さあ、お相手テラシタルを切ってくる。電気テラシタルメガネ稲妻ドライブとか耐えると思うけどな、さすがに。稲妻ドライブ、いや耐える耐える、絶対耐える。ほらね、強すぎはい、メテオドライブ打ち込んで、
未来でも突破していくと。でアシレーヌはむしろ朝の日差しで回復できっから怖くなくて、パオジアンが聖剣、いやでも聖剣でも大丈夫だな。うん、噛み砕くも耐えそうな勢いだけど、うん、パオジアンか。炎を照らしたら切りたくないんで、噛み砕く耐えてくれるのをお祈り、朝の日差し打ちます。剣舞、剣舞やられたな。まあ朝の日差しで HP 回復させてもろって、炎を照らしたら切った方が勝ち筋あんのかな。まあメテオドライブ打ちましょう。相手は必死に剣舞、いやまだこっちの方が余裕あると思うわ、壁あるしまだ。さあメテオドライブぶち込んでいく、バッコリ気合のタスキ。まあつらら落としひるみ狙いとかはまあやべえけど、まあメテオドライブ連打でいいんじゃない。噛み砕く耐えるかどうかじゃな。ただ相手4段階上昇でしょ不意打ち、耐える耐える、はい、ありがとうございます、いただきました、いただきました。弱点保険噛み砕く持ってなかったんかな。うん、ダメダメよ、壁が枯れるまでなんとか持ちこたえなきゃね。壁が枯れるまで持ちこたえてたらワンチャンあったかもね。さあアシレーヌ相手にはとりあえず一旦回復をして、うん、そっからコスモパワー積み込みで勝っていけそうな気はする。さあ朝の日差しポチコリ、 HP をぶんぐり回復していくよ。歌方のアリア、はい耐えるね、ほんなはい、光線が現れていく、対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんか思ったより強くてくしゃーって感じだったねいや確かに弱点保険が発動できないと素の火力で殴っていくしかなくなるんじゃが、まあそれでも攻撃種族値割と高いし、あとは壁プラスコスモパワーで積みまくって朝の日差しで体力調整して存在するだけでかなり強いと思った。うん、大体このソルガレオを使っていて負けた試合の大体がまあ急所に当たったっていう部分だったんで、急所にさえ当たらなければマジでね強いと思う。でそっからまあ急所に当たんないと倒せない、プラス普通の火力だと押し切れないってなると、相手はもう弱点プラス急所を狙うしかなくなる。で弱点技打ってきて弱点保険発動して、ああもうどうしようもないねっていう展開が多かった気がするので、なんか最初はね絶対弱いんだろうなって思って使ったんじゃが、うん強かったわしかも技構成のメテオドライブ、フレアドライブ、この2つの範囲が結構良かったね。ヘイラッシャーが来た場合はきつかったのかな、うん、ただ今回はヘイラッシャー来なかったんで、ぶち抜けましたまあでも急所当たるとねもう余裕でぶっ飛んでいくし、弱点保険を発動させてで殴っていく性質上ね、攻撃2段階上昇までしかできないんじゃよ。だから、まあ、そう考えると日食ネクロズマの方が便利なのかなっていう気はするんじゃが、結構わからん殺しというか、うん、そんな感じでね相手をかき乱せたので、もしこの動画を見てねソルガレオ面白そうだなと思った方はぜひ育成して対戦で使ってみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ、ピッピカチュー。